キレイパンたちはいつもトレーの上。お客さんがいなくて暇になると、動き出します。いつも元気で無邪気。パンの行く末。パンが買われた後どうなるか知ってるか？知らない。パン包丁で切られて、もう一回トースターで焼かれて。あ、どこ行った？キレイパンたちはいつもトレーの上。お客さんがいなくて暇になると、動き出します。いつも元気で無邪気。お説教。ちょっとそこに座れ。だいたいキレイパンだからって偉そうにしてるんじゃないぞ。いいか、良いパンというのは切なくなる。ま、どうでもいいけどね。でも本当は、ほら、もっと前に出ないと売れ残るぞ。優しい。飲むか？牛乳。パンたちは牛乳を飲むと酔うらしい。あ、誰だ、牛乳飲ませたの。終わり。